今回12月26日日産スタジアムで現役 J リーガー、J リーガー OB、ウィナーズが参加するジャパンオールスター2021というイベントが開催されます。今回ある企画をさせていただきたいんですが、題してジャパンオールスター2021ドラフトチーム編成会議ということで、その企画なんですが、今回12月26日日産スタジアムで17時キックオフで現役 J リーガーと J リーガー OB 混合チーム2チームとウィナーズ3チームで三つどもえの試合をさせていただきます。ここでですね、2チーム作ると言ったんですが、その2チームにもうビッグな監督2人にご依頼をしたところ、なんと受けていただいたんですが、今回その2人にチームを編成していただきます。はい、ということで、早速お呼びしたいと思います。めちゃめちゃ緊張します。風間彌弘監督とラモス・ルイ監督です。よろしくお願いします。どうぞ。すいません、本日はありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。声かけていただいてありがとうございます。風間彌弘監督とラモス・ルイ監督に J リーガーと J リーガー OB と混合2チームということで、はい、監督を指揮していただきます。終わった。はい、はい、実際その監督を指揮するっていうことに対してどうですか。いや、嬉しかった。声かけていただいたのは、まあ、すごくいろんな人が出会うし、はい、また会えるし、風間も昔からお世話になってる風間と一緒にお世話になってる。でも本当に会うのが楽しみだった。あ、そういう意味ですごく、はい、逆にね、もっと日本代表を仕切るのはちょっとだけ、はい、夢立ちでした。日本代表でもやっぱりいろんな選手と会えるでしょ、また。あ、そうですね。はい、いろんな選手。そういう意味では、すぐ引き受けさせていただきました。はい。ありがとうございます。嬉しかった。早速、ちょっと企画の方に移らせていただきたいので、はい、はい、チーム編成をこの後ろに、後ろ、はい、いるメンバー、はい。なので、この中のメンバーで進めていきたいので、これからじゃあドラフト会議というか進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、早速、現役 J リーガーと J リーガー OB ということで、選手を紹介したいんですが、まずはフォワード。で、現役 J リーガーが28名、J リーガー OB が12名の計40名となってます。はい。で、実際って意識されたりとかいますか？やられた選手って。ちょっとだけ私はレイソールコーチやらせていただいた時は、2005年は玉田とやってます。玉田選手。はい。風間さんは？僕意外といるかな。意外とたくさんいると思う。玉田もそうだし。はい、それからもうちょっと久保も相馬もそうだし、ああ、そうですね。それから、まあ、吉井は小さい頃から知ってる、一緒にやってないけど、はい、それからあとは誰がいるかな、あの慎吾いるし、ああ、中田もいるし、はい、それからあれだね、久保もやってるし、結構いますね。結構いますね。はい、すごいですね。なので、じゃあちょっと今からこのメンバーをドラフト会議したいので、はい、ああ、いいですね。はい、ちょっとコイント数するので、はい、どちらか選んでいただきたいので、誰から選んでください。赤。赤ないです。ラモス、赤ないです。表。このサッカーボールの方にします。サッカーボールの方。はい。じゃあ風間さんが、はい、はい、黒の方でということで、じゃあ行きます。ということで、おっと、サッカーボール。ラモスさん。はい。はい。選ぶの緊張するね。はい。なのでどういう基準で選ぶかっていうのは後で。ちょっと聞きながら。いや、基準ってまず、はい、シムから、そうです、キーパーから始まらないといけないじゃん。あ、俺まずキーパーから行くんですよ。本当ですか。もう、はい、全員がやっぱりキーパー、センターバック、ボランチとセンターフォワードで一人ずついいやつがいれば、はい、いい選手が取りたいなと。あ、了解しました。基準とか走るだけ作ればいいなと。あと思う。加藤さんは、まあ、でも大体チーム作りそういう風になるね。後ろから固めてって言われて、はい、まあ、真ん中のラインがね。ラインはそうです。誰にするかっていうのはあると思います。はい。じゃあ早速ちょっと、もうどんどん取っていただいてお願いします。じゃあボランチ風間でお願いします。いや、これ入ってないから。これはいい。キャプテン。ダメですか。仲がいいからもう。もう大好きだし、お世話になってるなの。じゃあ私、キーパーからいきます。はい。はい、じゃあもうその取っていただいて。取って、はい。じゃあキーパーが両方。一人でちょっと取ります。はい、僕は南が好きなので、はい、じゃあ俺はこっちで行きましょう。じゃあ
もう一人で山、はい、山口さん。はい。とりあえずじゃあこうなりますね。続きで。はい。じゃあこっちから行きましょうね。はい。じゃあ私が須川選手。こっちから行きます。やっぱりよく知ってる。ね。信じてる。絶対そうだ。はい、絶対そうだ、ね。もし硬いから私はね。よし。まあ見てみたいな。私もこの選手大好きでやります。ああ、ちょっと見てみたいですね、みんなね。いや、見たいですよね、そう。うん、塩谷も行きましょう。いや、塩谷いいね。うん、はい。大井はセン、え、大井センターバックじゃなかったっけ？そうですね、センターバック大井。センターバックね。はい、センターバックですね。ね。はい。こまるしかないな。あとは？発生。選手もサイド、両サイドできるんですね。両サイドできるんだもんね。小森はね、左にできるし。小森選手は、まあ、左と、まあ、センターバックもできますね。うん、じゃあ、右ないから、いや、ガキできます。一緒に OB やってるから。これ、スリーバックっていう選択肢もありますもんね。まあ、それは後で。はい。それまず選んで、後のシステムで、まず取らないと。はい、442ぐらいに。そうですね。していかないとね。じゃあ、俺はもう、ハウスで。はい。はい。どうなるかは、じゃあ、そうですね。うん、まず、取っていただいて、はい。じゃあ、もう一人、いきます。サブ。もういい。いろいろできそうだね、これ。はい。確かに。うん、これじゃあ、よく対戦もしてたんだね。じゃあ固めるこれ監督の好みも出ますね。いや、あの何人かのプレイヤー見てないんですよ私ね。あ、次中盤ですね。はい、ボケるやつがいるよね。まあ、学生の時は知ってるから。あ、そうなんですか。なるほど。つくばやってたんで。あ、なるほど。あ、やばすぎ、うん、サッカー教えてあげる、うん、あそれ言うとそうだね、ヒデとも大学、ね、そう、あ、本当に、大学の時いたと思うけど、あ、学芸だよね。はいはい、学芸大学、すごいすごい、それも面白いよ。面白いですね。はいはい、うん、難しいかな。俺大好きな、動けないけど頭いい、福西どうしようかな。リナはよく知ってるからね。ね、リナですね。リナ大好き、私はリナ。でも、ボケ選手もいいでしょ。ボケ選手、はい、その方がいいです。ああ、ね、遠慮することない。遠慮しないけどね、確かに。石川？石川直弘。エフトでしょ。エフトです。うん、あのもうインター。あ、はい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 。石川、石川の。サイド、サイド。サイドアタッカー。石川、石川、石川。はい。それじゃあ俺は。いいな。これでも、ケイタとイナのボランチは面白そう。ああ、面白そうですね。なかなか見れない。なかなか見れない、見れない、見れない。こっちも考えたんだけど、うん、この2人がこの人が厳しく言ってほしいかな、うん、感じがしてる。なんかもう、なかなか見えないものみたいで、ね、逆に、ね、そうですね、確かに。いや、面白い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 、めちゃくちゃ面白い。いや、じゃあ、フォワード。マイノリオンだったらわざとでこれやって、はい、ね、これやって、でフォワードが私、はい、フォワードですし、まあ、サイドアタッカーみたいな選手が、大丈夫、最後私は大好きな、はい、で、行く。たぶんうまいからね、うん、見てみたいなっていうのが、じゃあ俺、なるほど、これだから、ね、選手やってみようかな。相馬はあの左のインそう、あ、そうです、そうそうそう、あの名古屋。名古屋な、はい、この人をデカップ、うん、自分の中で今ね、うん、金払っても見に行けるのは J2 のエンドと J1 のソマだけ、うん、あとはあんまり見たくないじゃあ俺は見てみたい。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ私はね、面白そうだ ね、 うね、私は逆にこのトップが見てみたいんですよ、はい、本当実際に関東校大砲の監督やればこの2人呼ぶつもりだったから、ここはチャンス与えてくれたな、嬉しい。これは面白い、確かに、ね、今日は動ける人もいいけど、
これ強烈にもう一人強烈な方がいいかな。うわあ、いいね。すごいね。最高。動けるし、いいな、いいな。なかなかイメージ的にはめっちゃ違うね。どういうふうになるかっていうの面白い。確かに面白い、面白い。じゃあこっちに行きます。あとは一回一緒に酒飲んだことあるから。それじゃあちょっと一緒にやってた千里にこれをまたコントロールしてもらおうかな。はい、ああいいなあ、いい選手とやってるな、ね、じゃあ私大好きな田中達也、大好き、人間も好きだし、はい、プレイヤーも大好きです、うん、後輩なんで、はい、大学も。あっとあ、ほっとも関わってるじゃん、面白いな、強烈ですね。はい、最後、金間さんが、はい、はい、ちっちゃい時から知ってるからね、はい、え、マイクです、マイク、もちろん、お父さん、私、広島から呼んだの、読みるから、ね、松田の時の呼び方、ジド、はい、私が、今言えるけど、私が引っ張ったんだ、はい、あ、そうなんですね、85人、そんで今、ちっちゃかったでしょ。いやいや、それはそうだね、まだ、まだ小学生にボール蹴りに来たんですよ、読みるなんて。おー、いいな、ちょっとここで出揃いました。どうですか、はい、はい、皆さんメンバーはこちら、うん、ということで、じゃあこれからスタメン11人、おー、スタメン11人、はい、スタメン11人で、だいたい遊った時に決めるんだけどね。フォーメーションも含めてですけど、3バックにするのか4バックに、いや、それは内緒、はい、それは言えない、言えない、いくら番組で赤赤その時の楽しみやん。もうじゃあスタメン11人はお願いします。じゃあ一応、はい、一応ね、はい、また手段に並べてもいいんじゃない、はい、そうその方がいいんじゃない、うん、これちょっと待ってもらおう、とりあえずね、今日の番組のためでね、ガチです、フォーメーション見せてもらえません。あ、それそうよ。この選んでる間にお伝えするんですが、今回今スタメン11人決めてもらってます。で、残りのベンチメンバーなんですが、インアウト自由ということで何回でも出入りができます。なので、まあ、いろんな選手のプレーが皆さん見れますので、まあ、監督の手腕というところで、はい、でまずはスタメン11人ということで、ここに持ってきてダイヤモンドにする、もう全部並べちゃってる。じゃあだったらこういう、うん、テレビ局見せないように、はい、あ、まあ一応そうですね、これでお並びでいきます、はい、ワントップはい、ワントップ服にしよう。ということで11人スタメンが出揃いましたということで、で、ちなみにラモスさんのこのフォーメーションは全く関係ないみたいです。関係ない。なので、関係ない。でもまあ大体そう、皆さんこのメンバーを見て、関係ない。ちゃんと面白い、どうせ皆さんがこういうのも、はい、もう見たがってるんじゃないの、はい、まあ、むしろ俺は募集したいぐらいだね、このメンバーで、はい、みんなならどうやって戦いますかって。確かに、ね、いや、このさっきおっしゃったジョン・テセ選手、永井選手と豊田選手、うん、ここ3人が揃うってこれなかなかないでしょ。だから俺も見てみたいなっていうそういうものですよね。確かに、うん、これでいきます、はい。じゃあこれでこちらでね、はい、はい、フォーメーションは気にしないでくださいということで、はい、こっちもいいよね。いいっすね。まあ、まずはスタメン11人はこちらということで、はい、こちらね、スタメン成功のじゃあ2人とも2人に聞きたいんですけど、この伊藤佐山さんからちょっと、まあ、やっぱり見てみたい選手、うん、それからこう一緒に混ぜた時にどんな風になるのかなって、うん、まあ、俺自身も見たことがないんで、うん、これでやってもらってどんな風なことが起こるかなっていうのはすごく楽しみです。ラモスさんはどうですか。いや、まあ、まあ一度こういう選手が監督として仕切りたかったからさ、はい、ちょっと実際にどうなるのか、まあ、時間短くてもどうなるのかな、どういうこと、はいはい、ちょっとだけ予期したことがどこまでそれを理解してくれるかなって、すごい、はいはい、やっぱり勝負とこう2人とも監督がやっぱね、うん、やっぱり勝負で行くからお互いにさ、うん、やっぱり選手たちをそれを理解してくれるかとか、このメンバーだから一度監督としてちょっと、ね、仕切りたかったな。でも、それでもあれですね、もう本当見たい選手っていう感じなんですね。見たい、まあ、この融合したらどうなのかっていう。そうですよ、結局ね、まあ、とりあえず、ね、全員が立派だしね、めちゃくちゃ上手だし、うん、でも私たちは11人しか選ばれないからさ、うん、
まあ、みんなプロだから理解してくれるから、うん、ただ試合が前半で勝つわけじゃない、90分でも、ね、うん、70分でやるから、うん、 そうね、そこでみんながどのぐらいのパフォーマンスできるのかな、すごい楽しみにして、その組み合わせで、うん、もう1日だから、うん、1回だから、ね、やっぱりもうどうなるんだろうって分かんないプロなものでやってみたい、まあ、そうですね、だからはワクワクしてる、はい、いや、なので、ちなみになんですが、ミナーズって知らないですよね、多分このユーチューバーのチームが。あ、知ってます、知ってます、見てます、知らない、見ない、そうですよね、一応僕カナッツは大好きで、ありがとうございます、ナッツが大好きです、どんどん上手くなってるよね、はい、どん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 めっちゃ強くなってる、はい、ありがとうございます、一回見ただけです、はい、はい、なんですけど、まあインフルエンサーとか、まあユーチューバーやったり、はい、本当サッカーやってた選手とか集めてやってるんですけど、で、今まあ監督として指揮やらせてもらってるんですけど、僕はこの時間かかると思ってるんですよ、この融合するまでに、はい、だから試合時間もそんなすごい長いわけじゃないんで、ワンチャンス、ツーチャンスと結構勝つチャンスがあるんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、その適応能力が多分ある選手たち、まあ、そのぐらいで軽く思って、かかった来い来いよ、本気にさせたらね、ラモスさんはね、もうスイッチ入っちゃいますから、みんな電話して、はい、ラモスが本気でやる、頑張らなかったら5分で答えするよって、はい、答えだよ、本気ないの、そうですね、せっかくサポーターも見に来てくれるから、そうですね、せめてね、ちょっとだけ本気出さないと、 でもね、やっぱりこうみんな本当にプロじゃない、プロだし、そうですね、もう一人ずつでしっかりものが考えられる、うん、それからブランドの中でその知恵を出せる、うん、まあ、もちろんこう全部含めてね、全員ね、そうそう、うん、そう、だからこの人たちそれを見たい、うん、そう、それでもうやっぱりこの3チームでやるにはまたそこに面白さがある、そうですね、ああ、やりにくい、やりにくいよね、間違いない、そんなもん知らないから、そうですね、絶対よく舐められたらやられちゃうから、それもっと面白いよ、そうするとまた違う力が出るかもしれない、あ、そうですね、ちょっとこのメンバーで三つどもえということで、はい、はい、楽しみです、はい、総力戦でやらせていただきたいと思うので、よろしくお願いします、しっかりいきましょう、よろしくお願いします、うん、じゃあ最後にちょっとそのイベントの意気込みを、はい、はい、まあ、意気込みっていうのはやっぱりせっかくね、いろんな人が、いろんなサポーターの皆さんがね、サッカー愛してる皆さんが見に来ていただいてるから、そのサポートに対して失礼のないようなことがやってもらいたいだけですよ、すごく、うん、そこを絶対もう皆さんが満足して、うん、またこれからも違う形で応援するよってぐらいの気持ちになっていただけたら、もう満足です、ありがとうございます、小澤さんお願いします、やっぱりサッカーっていうのはエンターテインメントの一つだと思うんで、そこのところはしっかりみんなが表現してくれる、それからできるようにしたいなというふうに思いますし、そのエンターテインメント性の中にやっぱり大事なものっていうのは真剣勝負っていうのが入っていると思うんで、まあ、そういうところを前面に出して戦いたいなと思います、ありがとうございます、はい、もうこのお二人の監督が就任していただけたっていうことで、緊張してる選手だいぶ出てきたと思うので、もう真剣さがもうかなり増したと思うので、うん、まあ、僕らそのウィナーズとしてもやっぱり負けられないので、戦うからにはもう勝ちに出してもらいます、そうですね、はい、もうぜひ、それは多分全体にペップエンドではあるんじゃないかなと、はい、まあ、皆さんがやっぱ本当に良い一日になりますように、ね、はい、素敵な一日の思い出になれたらいいなと思ってるだけです、はい、ありがとうございます、ということでドラフトチーム編成会議ということで、やらせていただいたんですが、風間さんチームとラモスさんチームということで、12月26日、日産スタジアムにて17時キックオフということで、この風間さんチーム、ラモスさんチーム、ウィナーズの3チームで三つどもえで試合させていただきます、チケットは1000円から購入できる形になっています、はい、10枚お願いします、はい、買います、今本当に3チームとも何の情報もないから、そうですね、本当に何でもないチームなんで、確かにどうなるかだったら全然見てないですよ、一、はい、人も見たね、この前おいしげ 見に行っただけで、はい、情報ってこの自分やる選手たちも情報ないもんね、はい、自分だったら全くないです、はい、だからどうなるかっていうのを本当に見てやってみないとわからないという、いこれが素敵な一日になると思います、見れない、なかなか見れない、ね、見れないね、はい、すごい、なので本当にサッカーとエンターテインメントを融合した素晴らしい試合になると思うので、はい、まあ、一人でも多くの方々に、足を運んでいただき、みんなで作り上げてみんなで楽しむ一大イベントにしたいと思ってますので、ぜひご来場お待ちしているのでよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、皆さんスタジアムで待ってます、はい、待ってます、好きです好きです、これじゃない、こんなでドン、まあ、待ってます、じゃあありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、いや緊張しました
もちろんラモスさんとは面識ありましたし、まあ、風間さんとは試合会場だったりとかお会いしたことはもちろんありますし、ご挨拶もあったんですけど、こうやってあの監督として同じ立場でお話をするっていうことが初めてだったので、まあ、非常に緊張したのと嬉しさと、もういろんな感情がもう入り混じって、うん、幸せな気持ちっていうのに尽きるんですが、はい、12月26日の、日産スタジアムの試合なんですが、まあ、今回チーム編成のドラフト会議ということでチームに分けさせていただきました。で、現役 J リーガー最初に28名で行ったんですけど、もう1名実は決まってます。で、なぜこの場で言えないかというと、まだちょっと公表ができないということなので、もう少し後ですね、動画公開後になるかもしれないんですが、もう1名はもう参加決定してます。で、もう1名今交渉している選手がいまして、まあ、その選手が、まあ、どうかまだわからないんですが、今交渉中ということです。まあ、皆様には、決まり次第順次お伝えしていきたいと思いますので、そちらの方もお楽しみにください。楽しい試合にしたいと思いますので、皆様ぜひ足の方を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。